はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井ノ口、どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、10日間完成英語リスニングの基礎、学研の教材になります。こちらの教材ね、まあ、僕あんまり紹介しないんですけども、リスニング教材になります。で、リスニングって、受験の時にものすごくね、困る。悩むんですよね。何するかとかね。定期テストの時とかだと、まあ、ある程度聞けたりとか、まあ、めちゃくちゃ難しい時もあったりとかするんですけども、まあ、そんなに困らないかなと思うんですけど、やっぱ受験の時ってね、もう合格しなきゃ合格しなきゃ、ああ点数上げなきゃって言って焦ってる時にリスニングって忘れがちですよね。で、そのリスニングどうやって勉強していったらいいのか、どういった教材を選べばいいのか、そういったものも説明していきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあ説明していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、予習復習用、まあ、全部です。全部もうどれでもいいと思います。で、この教材の、まあ、分野で分かれてたりとかするんですけど、一応受験でまあまあ聞かれたりとかする内容だったりとかするので、なので高校受験とか、まあ、学校の定期テストでもいいんですけども、まあ、そういった対策を取りたいっていう子にも向いてるかなっていう教材になります。そしてリスニング教材っていうのはね、基本的に1回やればいいっていうわけではなくて、もう何度も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 こう聞いたりとか、まあ、解くっていうのまでいかなくてもいいと思うんですけど、まあ、聞くことがやっぱ大事かな。そういったものに対してもう耳を鳴らしておくっていうのが大事だったりとかします。で、英語のリスニング教材ってこの教材でもいいですし、もう最近だと YouTube もね結構発達してるので、中学生リスニング高校受験みたいな感じで調べてもらったりとかして、それで検索してもらっても僕はいいと思います。ね、まあ、わざわざねこういったものを買うっていうのは、まあ、CD とかもそうですけども、まあ、邪魔になったりとかするっていうのもあるので、まあ、それは一つの手だったりとか、あとはね、ネット英会話っていうのが、まあ、毎月だいたい4000円とかそれぐらいで申し込めることができるので、喋るリスニングっていう、まあ、その2つのことをやりたいっていうのであれば、そういったものも一つの手だったりとかします。昔だとね、あの NHK の英会話教室みたいな感じでこうラジオでさやってたりとかしたんですけども、まあ何でもいいと思いますよ、教材に関しては別に。ただやっぱり高校受験っていうことを見据えて、まあ、基礎分野としてね、この教材っていうのを入れておくのは一つの手かなと思います。どうしてもね、リスニングできたらいいっていうわけではなくて、ある程度こういったものを聞かれるだろうなって予想しながら聞くっていうのが、まあ、受験でね点数を取りやすいっていうことにもなると思うので、まあ、一つね入れてもらうといいかなと思います。そして最後にね、言っておきたいんですけども、リスニングっていうものをいつから始めればいいのかっていうのを、大体皆さんね、焦って10月とか11月ぐらいからやろうと思うんですけど、早くてね、まあ、4月とか5月とか、中3のね、もっと早かったらもう1年生、2年生でもいいんですけど、なるべく耳を鳴らしておくっていうのが大事だったりとかするので、そうやって、ね、長いスパンでちょっと対策取ってもらったらいいかなと思います。なんかね、あんまり気にせず、まあ、やってもらったらいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。